どうも、みせってです。今日は、受験期に僕がやっていた勉強の話をしたいと思います。僕は、高校が推薦 で大学が受験、一般受験して、で勉強時間が平均16時間ぐらい勉強してて、で最高18時間ぐらい勉強してました。で、なんかもうなんでそんなにやってたのかっていうと、もうなんか一つはまあ、なんかめちゃめちゃこれだけ勉強すればまあ受かるだろうっていうのと、あともう一個はみんながやってたからですかね。誰にも負けたくないっていう気持ちです。で、前の動画でもお話ししたんですけど、あ、僕みんな頑張ってる環境だと僕も頑張らなきゃって思うものなんですよ。で、それでなんだろう、スポーツとかだったら優劣がついちゃうんですけど、まあ、受験でもまあそうですけど、勉強時間だったらそのなんて言うんだろう、分かるじゃないですか、分かりやすい努力、自分が頑張ればいい話なので、なんだろうな、才能とかじゃないというか、勉強時間はって思ってたんですよ。僕は勉強できるのも才能だよっていう人もいるんですけど、まあ僕はそれで結構勉強できたんで、周りがやってたんで、それで負けたくないっていう気持ちでまあ一生懸命やってました。で、まあ結果的にそうですね、成績、センター試験がもう全然ダメで、それで、ちょっとモチベーションがもう落ちちゃって、そこから勉強時間が一気に落ちちゃったんですけど、で、受験も、第3志望ぐらいの大学に行ったんですけど、まあ、今は僕は別に全然後悔してないんですけど、そうですね、まあ、ちょっと心残りあるとすれば、もうちょっと考えて勉強すればよかったかなと思っていて、で、ホリエモンさんの好きな言葉で、圧倒的努力と工夫っていう、成功の秘訣には圧倒的努力と工夫が必要だっていう話があったんですけど、それ結構好きで、で僕は圧倒的努力ができてたんですけど、工夫してなかったなって思って、まあ、塾の方針なのか分かんないけど、塾のとりあえず言われたことをずっとやりなさいみたいな感じで、まあそれが、まあ僕はあんま好きじゃなかったんですけど、でもそれやんないとなんか、のけものにされるというか、うん、塾でなんかそういう雰囲気があったんで、とりあえず言われたことを全部こなしていくみたいな感じでしたね。で、それをやるっていう、うん、やるしかなかったっていう感じでした。まあ、なんで、今はなんだろう、受験生がいて、受験生が見てくれてるんだったら、受験生に言いたいのは、本当に圧倒的努力と工夫ですね。量は質を生むっていう話があって、まあ、たくさん勉強することは悪いことじゃないと思うんで、また頑張ってたくさんの勉強をするっていう。はいいと思います。あとは工夫して、より効率、どれだけ効率的にできるか、とかもさらに考えていくのもいいと思います。そうですね。なんで、あと、そうだな。あとなんか受験生とかに役に立つこと、役立つことあるかな。そうですね。まあ、あとは、なんだろう。そこまで、頭いい大学にこだわらなくてもいいと思います。自分の実力相応の大学に行くのがいいかなって思ってます。自分よりもなんだろう、やっぱりまぐれで受かっちゃうこととか、まぐれで落ちることもあると思うんですけど、自分の実力に合わない大学に行っちゃうと、周りのレベルが高いので、周りのレベルについていくために人よりたくさん努力をしないといけないと思うんですよ。課題とか授業についていくためとか。なんでそれがちょっときついのかなって思います。大学に入って、で就職した後も多分仕事の成果とかで同じような学歴の人と同じような企業に就職しても、やっぱり同期の人たちよりも劣ってしまうたりするのかなって思っちゃいますね。あとはまあ、なんだからあんまりその上を目指すことが正義ではないのかなというのは思いますね。なんで自分の実力に合った大学に行くのも悪くないし、かといってね、年収が低くなるとか、まあ確かに高学歴の方が年収が高いっていうのは、まあ平均的には確かにそういうのはあると思うんですけど、なんだろう、絶対年収学歴が低い悪いと年収が低くなるとか幸せじゃない
とかっていうとまた違うと思うので、やっぱ自分なりの生き方で自分なりの幸せがあると思うので、なので、まあそうですね、学生に、受験生に、あともう言えることは、偏差値だけが全てじゃないっていうことなんで、自分の見合った大学に行くっていうのも一つありなんだと思います。こんな感じで、じゃあ今回は終わりにしたいと思います。今日おまけの話は、今日夕ご飯で家系ラーメンを2ヶ月ぶりぐらいに食べたら、もう最高でしたね。感動しました、マジで。久しぶりの家系はやばいですね、中毒性が。以上です。今日の動画終わります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント残していってください。ありがとうございました。